スキップシティ地図ズスキップシティは川口市にある映像制作を目的とした施設。NHK 川口ラジオ放送所跡地の三間学連携による再開発事業として2003年2月1日にオープンした。スキップは英語、埼玉川口インテリジェントパークの頭文字から。スキップシティが置かれている場所には、 かつては日本放送協会ラジオ第一放送を送信する NHK 川口ラジオ放送所が置かれていた。日本の鉄塔からなる施設であり、近隣の川口市立上青木小学校の校歌にも歌われている。放送所は老朽化が進んでいたため、NHK 放送センターはアンテナ施設を埼玉県久喜市に移転させた。 NHK 放送センターは老朽化した、施設用地の売却も検討したが、広大な土地のため売却先が見つからず、NHK ワールドラジオ日本を送信する、暫定送信書として、再活用することにした。一部の区画については、国家事業として推進されてきた、放送衛星の運用が、放送局主体の運用に変わったため、通信。 放送機構の地上管制局として運用することになった。折しも埼玉県と埼玉県議会において川口ラジオ放送所の跡地利用に関する検討が行われ再開発計画として映像産業拠点を設置することが決まった。埼玉県と NHK が出資する特定目的会社を事業主体として設立して提案を募り学校法人は瀬田大学。 NTT コミュニケーションズの案を了承して施設の建設に着手した。第1期計画として現在の A 外区に相当する地区の建設が始まった。施設関連サービス運営担当としてソニー株式会社が管理運営を行っている。A1 外区に関しては埼玉県川口市を主体にした施設建設が行われ埼玉県と 川口市の外郭団体が入居することになった。2000年に工事着工、2003年11月14日に全館開業。C 外区に関しては第2期計画として予定されているが、計画は凍結状態となっている。将来に関しては不明であるが、特定目的会社の解散までには第2期事業が再開される予定。なお、 B ガ区についても長らく凍結状態となっていたが、2020年6月に NHK が4つの大型テレビスタジオや、付帯設備として編集室や美術倉庫などを備える、川口施設の建設を発表した。現在、B ガ区の土地は埼玉県や川口市が所有しているが、NHK が C ガ区の土地との等価交換で取得し、2022年に着工。 2026年度の運用開始を目指すとしている。あやの国ビジュアルプラザ、NHK アーカイブス、埼玉県立産業技術総合センター、川口支所、埼玉県立生活科学センター、川口市立科学館などで構成される。このうち、産業技術総合センターの多目的ホールでは2016年から、プロレスの工業が開催されている。その他にも、 大小様々な映像制作会社がテナントを構えている。毎年、スキップシティ国際 D シネマ映画祭という映画制作者の登竜門ともなっている映画祭も行っている。昨今では A、A1A2 施設館の広場に家族連れや小中学生が集まり、憩いの場となっている。また、近くの埼玉県立川口高等学校、埼玉県立鳩ヶ谷高等学校、 川口市立川口総合高等学校などのダンスチームの生徒がダンス練習を行ったり、バンドチームが練習する様子が見られる。映画やドラマの撮影などのロケも行われる。確定申告の提出会場として西川口税務署がスキップシティを毎年利用している。2019年から川口市主催の夏祭り、 たたら祭りの会場として使用されている。これは2018年まで使用されてきた川口オートレース場の一部施設が耐震性不足によって閉鎖されたことを受けたもの。本館7階建ての本館と3階建ての分館からなる施設。川口市消防局の主催で広域防災訓練などに活用されている。かつては老朽化が進む川口市役所の移転先の 候補地として挙げられていたが、2013年11月22日に、市役所本庁舎を、現在地で建て替える方針化表明されため、今日に至るまで空き地である。現在は NHK が所有しているが、2020年6月9日の NHK 新施設計画発表で、着工前の2022年度に、B 外区の土地と交換する予定であることが、明らかになった。 本プロジェクトは埼玉県と NHK が実施したコンペによって選ばれた企業体を主体として運営が行われ30年間の次元付きプロジェクトとして推進されている株式会社スキップシティによる運営は2033年に終了するためその後は各テナントごとに自立することになっている D ガイには株式会社放送衛星システムの地上運用局が 設置されている。なお、このパラボラアンテナは、電波望遠鏡ではなく、正式道場にある、放送衛星の地上管制を行う施設である。ありがとうございます。